はい、では皆さんこんにちは。池渋アンプステーション本田です。はい、ロックハウス池で池袋の丸山です。はい、さて今日は、はい、今日はですね、ライン6のそうです、はい、今回発売になりました、ライン6の新しいアンプですね、カタリストですね、こちらのちょっとご紹介をしていきたいと思いますね。はい、でこちら、まあ、ライン6というとね、はい、モデリングというイメージが強いですけれども、ねうん、今回これ完全にオリジナルアンプとして開発したアンプになります。オリジナルなんですね。そうですね、うん、でまあそのねモデリングをずっとやってきて、その非常にそのアンプとか機材のことを知り尽くしたその、はいはい、まあ、モデリングチームがですね、うん、まあ、理想のアンプという形ですね、技術、はい、実習して、はい、完全にオリジナルで作ってるアンプと、うん、いうことになっておりまして、まあもちろんそのヒリックスだったりとか HX、はい、シリーズの、はい、そのモデリングテクノロジーを、うんうん、まあ、活用した、まあ、非常にピュアなクリーンサウンドから、はい、そのモダンなハイゲインアンプまで全部で6種類、選択可能という感じになっておりますね。いいですね。はい、パッと見シンプルなんですけど ね、まあ、シンプルなんですけども、うん、かなりその多機能な、多機能といいますか、まあ、要するにそのプレイヤーの、はい、その使い心地だったりとかね、うんうん、非常によく気配りされたアンプになっております。まあさすがライン6というところなんですけれども、うんうん、で一応ラインナップが、60W と 100W、はい、あと 200W の2発入り、はい、ね、3種類の展開というふうになっております。はい、ここにロゴ入ってそうですね、はい、前面に出てる、ね、ロゴかっこいいですよね。かっこいいですね、シンプルに、はい、はい、はい、では実際に音を聞いてみたいと思います。はい、こちらですね、パネル、このセレクターというところでアンプが選べるようになってますので、ではまずこのクリーンからいきましょうかね。はい、はい、めちゃくちゃ綺麗。綺麗な、ね、まあ、その JC 系のクリーンと、はい、いわゆるそのアメリカンだといいますか、フェンダー系のクリーンですね、うんうんうん、まあ、ミックスといいますか、されたような音になっておりまして、で、まあ、ブーストボタンね押すとこれ、はい、ちょっとそのよりその真空管のテイストでちょっと歪みも足せるので、うんうん、ちょっとこれも、ボリュームの効きいいですね。はい、これもチューブっぽいというか、うん、風が出てますね。太さがありますね。はい、ちゃんと芯がある感じがします。はい、じゃあ次いきますね。はいはい、次が、こちらブティックですね。はい、はい、まあ、ブティックというと、ね、はい、皆さんがイメージしやすい、まあ、高級アンプ、高級アンプという感じになりますけど、はい、ちょっと音聞きましょう。はいはい、太、ね、太いですよね。めちゃくちゃいいですね。反応も良くて、はい、このカッティングの、うん、早いです。さらに、まあ、もちろんこれブーストで、このアンプの種類ごとにブーストの働きもちょっと違うそうなので、はい、ちょっとこちらもブーストの音を、ね、聞いてみましょう。気持ちいいです。はい、これあれっぽいですよね、EP ブースター。ああ、ブーストのかかりがそうですね。今日さんも芯も出てる感じが、その辺ついてるんですかね。はい、はい、じゃあ次いきましょう。はい、こちら次がチャイムですね。はい、はい、こうまさにチャイムっていう感じの、まあ、ブリティッシュなこの EL84 系の音ですよね。はいはいはい、でこれのブーストなんですけど、こっちはなんかどうも
ゲルマニウムトランジスタ系のものが入ってる。特徴出てますよね。出てますね。元アンプといいますか、8音っぽい音も出てますし、ちょっと荒さもあって、ゲルマニウムっぽい音も出てて、はい、まあ割とこうクラシックなロックの組み合わせだったりもしますし、まあ最近のねポップ系のバンドもよくこういう音使ってますけどね。なるほど。はい。はい、じゃあ次行きます。次がクランチですね。はい。はい、鳴らしてみます。簡単にブリティッシュなロックアンプの、ね、歪これもちょっとブーストです。気持ちいい。かなりその原因の幅もこのブーストで付けられたりとか、まあ音自体もかなりこう、まあブリティッシュとはいえモダンな感じだったり、はいはい、ちょっと改造マーシャル系のテイストが、はい、いいですね。粘る感じ気持ちいいです。じゃあ次がダイナミックですね。はい。この音ですね。はい。太い、ね、太い、ウォームな音ですね。何ですか？ボリューム下げても全然音が細くならないというか、うん、太さが保たれる。真空管みたいな、ね、かなり真空管のテイストがよく出てます。ーブーストこれもちょっと聞いてみましょうか。はい。はい、粘りが増します。ギターに合う音っていう感じがしますね。はい。はい。じゃあ次、ハイゲインですね。こちらも試してみましょう。もういきなりゲイン出ますね。ガッと。あ、そうなんだ。はい。メタルです、ね、みんな大好きな超ハイゲインの音ということで、これもね、あのブーストができるんですけど、はい、こんなにハイゲインだと、まあ、あんまり使わないかもしれないですけど、メインのゲイン下げた状態でちょっとブーストみたいなのをすると少しあのトーン変えたりもできるので、はい、
変わりましたね。ね、ちょっとキャラクターの違う背景という感じがしますよね。音幅広いですね、やっぱり。ね、はい。はい。ではですね、今、こう、6種類のアンプ、見てきましたけれども、これ、設定、この、あの、津波の値だったりとかも含めて、はい、あの、記憶が、メモリができます。ここにこの、チャンネル A、B とありますけど、これ、それぞれに、入れられまして、で、さらに、あの、バンクもあるので、最大12種類、音の、記憶というか、メモリができるようになっております。この音のクオリティでメモリ保存ができるのはめちゃくちゃいいと思います。ね、あの、すごく使えるシチュエーションが広まりますよね。津波もメモリーできるんですか？各、EQ だったりとかのあたりも素晴らしい、記憶してくれますので、うん、はい、はい、では、はい、続きましてエフェクトの部分なんですけど、まずリバーブからいきましょうか。はい、これ、まあ、そのリバーブって書いてある津波の上にボタンがあるんで、まあ、これで単純にオンになる。で、このリバーブ種類も変えられまして、このリバーブボタンは2拍子ですね。はい。好みで設定して保存ができる。そうですね。うん、でさらに、このリバーブ結構芸が細かいのが、はい、プリとポストで場所を入れ替えることができます。はい、これ長押しがね、押しながらリバーブつまみこれを動かしてあげますと、はい、この左半分でプリ、はい、右半分でポストに行きますので、いいですね。前と後ろ順番をこう、ちょっと音出し。プリですね。はい、これポストにします。全然違います。はいはい。全然違います。はい。まあ好みで。ね。気持ちいい。はい。うん。でさらに、横こちらですね、エフェクトというつまみがこちらにありまして、はい、その上にこれ、まあ、またオンオフのボタンがありますので、うんうんうん、これでまずオンオフしていただきつつ、まあ今音っていうかしら、まあ、ディレイとか、はいはい、ディレイですね、はい、でこれも先ほどと同じように、例えば、長押しをしてこの状態で種類変えられたり、はい、本当だ変わりますね。で、まあ、もちろんディレイだけじゃなくって、まあ、同じようにこの状態でこのタップを押すと、はい、モジュレーションだったりとか、ピッチヘルターだったりとか、一応変えられたりですね。というような、まあ、エフェクトの機能だったんですね。あ、はい、素晴らしい。今度はリアパネルで見ていきましょう。いいですね、はい、気になるのはこれですね。アウトプットパワー。はい、これ見ると 100W、50W。バッテージ切り替え、ね。0.5 ミュートという感じになっているので、はいはい、まあ、使う環境に合わせてこれ音量変えられるということ、まあ、100W って結構出ますからね。ねなんで、まあ、例えばステージで。うんうんうん、やるとき100とか、まあ、50でやって、まあ、ご自宅とかで、ね、使われる場合はものも 0.5W とか、あとミュートにしてもうヘッドホンで切るとかね、なるほど、いう使い方もできますし、ヘッドホン付きです、ね、うん、でさらに、まあ、ダイレクトアウトから出しながら、はい、要するにこっちの音は出さずにヘッドホンでモニタリングしつつ、ね、うん、レコーディングとかもできちゃうと、はいはいはい、でミュートにしといけばどっちからでも出せるしっていうことですね、なんでこれかなり便利ですよね。便利ですね。特にチューブアンプだとなかなかここのなんて言うんでしょう、融通が効かないですからね。まあ最近、バトス切り替えのね、はい、ついてるものとかも、はい、あるいはしますけれども、うん、まあ実際これ使ってみるとですね、そのどうしてもそのチューブアンプのあのバトス切り替えとかだと音色変わっちゃったりとか、音細くなっちゃったりとかっていうのが
ありますけれども、こちらはね、そういうことなく、本当にその、ただ音量というか、その、マックスの状態を、そこはデジタルな、ね、下げるというふうな、あの、使い方ができるので、はい、これかなり強力な機能ではありますね。外音を出しながらも、ダイレクトアウトも。あ、もちろん、それは、はい。完全に別で出てますんでね。はい。便利ですね。ええー。あと、MIDI がついてますね。そうですね。外部コントロールに関しては、まあ、あの、別売のフットスイッチだったりとか、はいはい、まあ、MIDI であったりとかっていう感じにはなりますよね。と、この USB が、あれですね。エディター。そうですね。さっき、PC とつないで、はい、PC の、まあ、エディターとか。幅広く。そうですね。コントロールができる形ですね。先ほどいろいろそのエフェクトの説明とかもね、しましたけど、まあ、エディター使うとより簡単にといいますか、できるようになりますので。オブジュアリー、外部音源とか入れて一緒に鳴らせる感じですかね。そうですね。これを使うと、まあ、何か、まあ、好きな音楽流しながら、それに合わせて、こう、ジャムったりっていうこともできますので、まあ、こういうね、ちょっとワット数下げて、ご自宅で、はいはい、練習したりね。ね、非常に気持ちよく ね、できると思います。うん、はい。と FX ループですか。そうですね。ループ、こちら、エフェクトセンドリターンスについておりますので、センドリターンとして使っていただくでもいいですし、あとこの、切り返すね。切り返して、このリターンをワンアンプインとして使うということで、なんか、ライブプリー。そうですね。別のプリー。まあ、特に、それこそライン6。ヒリックスとか、とかね、エチェックストップ。モニターとして使ったりっていうことができる。まあ、これ便利ですね。そうですね。この切り替えはあまり他のだと、ね、見ないんで、便利だと思いますね。ね、そのような形で、ライン6の、ねはい、新しいアンプ、カタリスト、ご紹介してきましたけれども、いいね、かなり音もよく、はい。シンプルに使い勝手がいいっていう印象でした。ね、さっき本田さんが弾かれる前に僕もね、弾きましたけど、はい、すっごいチューブアンプっぽい。生々しい感じです。思ったので、これはかなり、多くの人にね、これ体験していただきたいサウンドだなというふうに、個人的にも思います。ブーストの聞きなんかすごくいいですね。非常にそのね、ブーストをそのアンプの種類ごとに、はい、働きをね、変える。非常にそのゲーム細かいですし。すごいですよね。そういうね、メモリだったりとか、エフェクトの機能も充実してますので、うんうん、非常におすすめですと、はい、いう感じになっております。はい。なので、まあ、池火楽器ね、各店で。そうですね。取り扱いますね。チェックしていただければと思います。店頭でぜひお試しください。お試しください。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you.